とりあえず M1 の話は聞きたいんじゃないですか。見てあそうか、あそうか、うん、それ、ね、またいでんのか。またいでます、ね、またいでます。 M1 またぎですね。だから M1 グランプリもう決勝メンバーが発表されました。発表されましたね、結構びっくりな。だから先月のこれから今日までの間に、はい、うん、準々決勝、はいはい、で準決勝もあって、準決勝もあってです。そうね、そう2位まで至るってことですか。はい、だから前回これの段階では我々全員ファイナリストで、うん、この放送を送れるかもって意気揚々としてましたけども、はい、そうですね、準々決勝で、はい、2組とも落ちましたね。落ちました。ウルファーさんもモグレイダーも落ちましたね。もうマセキが全滅しました、ね。はい、マセキいなかったね、確かに。花輪さんがつぶやいてたもんね。花輪さん、花輪さんって言ってた。あ、花輪さんががっかりしてたな。そうそう、マセキがみたいな。あ、僕らてんてんてんみたいな。ラジオでもうちょっとお会いしたし、あ、そうなんだ、はい、がっかりしてました。花輪さんが肩を落としてました。そうだね、いや、まあ、なんでなのって言ってました。なんか普通に考えていけるでしょうみたいな感じで言ってました。たまたま、はい、ビバリーヒルズって、うん、高田先生の、ラジオに呼んでもらった時に、あの後の時間がナイスさんやって、はい、あ、はいはいはい、そう、わざわざ CM 中にブース来てくれてね、言ってましたね。なるほどね。いや、確かにブルファーは分かりますけど、確かにモグライダーはなんでなのってなりますよね、そりゃ。まあそう、ね、まあ、まあでも、なんでって言われてもそういうもんだからな。まあなあ、し、全然落ちるしね、準々決勝ってやっぱり厳しいから、まあね、確かに、うん、今年は特に、うん、まあ、その去年の決勝行ってるメンツがバンバン落ちてったんですね。バンバン落ちましたよ、例年になく。そうね、落ちましたね。それね、マジな話、うん、はい、もう食える人は決勝とか準決勝の場合行かないの。まあなんかその単純にその別に裏で精査されるとかはないと思いますよ、うん、ないと思いますけど、どっかでやっぱりハングリー精神みたいなやつは減ってたりするんじゃないかなっていうのは、まあ我々は全然減ってましたもんね。なんで減ってんのよ。早いよ。もうお金ある。何年ハングリーだったと思うんだ。もうなくなったの？ま、全く元取れるほど全然ではないですね。そう言われたら。全然マイナスよ、二人とお前は。俺はそう思ってるんだよ。俺はそう思ってる、ずっと。障害収支ね。障害収支。いやだから、まあまあ別に、まあ理由はそれぞれの組にいろいろあるでしょうけど、まあそうだね、はい、いやだから、やっぱ難しいもんですよ、あの大会。